福島第一原発事故の賠償費用について、電気料金への上乗せを検討している経済産業省に対し、松本消費者担当大臣は過度な消費者の負担になると懸念を示しました。え、ク送料金は送配電に必要な費用に限定すべきであり、え、賠償・廃炉費用の上乗せは極力慎重であるべきだ。 原発事故の処理費用は22兆円規模に膨らみ、経産省はこのうち賠償費用8兆円の一部を電線の使用料金に上乗せし、電気料金の値上げで回収しようとしています。これについて松本大臣は、電線の使用料金は電気料金の3割から4割を占め、諸外国に比べても高いため、過度な消費者の負担を求めることにつながると懸念を示しました。